お邪魔しまーす。うわー、犬飼ってるんだね。誰もいないから好きにしてていいよ。よく言われる。久しぶりにこんなに笑った。え、そうなの？嫌がらせもされてたしな。あー、合う合わないあるもんね。嫌がらせ、あれも嫌がらせなのかな。でもゆりちゃんにとってはあれが普通の人付き合いかもしれないし、悪気なさそうだし。うぜ、こんな時間か。そろそろ帰るね。もう帰るの？うん、まきちゃんのお母さんもそろそろ帰ってくるんじゃないの？お母さんは夜勤だから遅いんだ。そうなんだ。お父さんは？お父さんは死んじゃう。もう私なんて無神経に。昔のことだから気にしないでね。一人に慣れてるし、料理だって得意なんだよ。食べてく？うん。ほんと？わーい。まきちゃんはすごいな。辛い過去があっても明るくて優しくて、私もまきちゃんのこと見習わないと。もっと仲良くなれたらいいな。しかし、私はまだ彼女の闇の深さを知らない。飛び越し